ニュージーランドのワイカト大学で開発した機械学習ソフトウェアで Java で書かれている GNU ゼネラルパブリックライセンスでライセンスされているフリーソフトウェアであるウェカのロゴニュージーランドの固有種ニュージーランドクイナが使われているウェカはデータ解析と予測モデリングのための視覚化ツールとアルゴリズムの集合体であり その機能を容易に扱えるグラフィカルユーザーインターフェースを備えている。当初のイカは Java ではなく TCL、TK でフロントエンドを構築し他のプログラミング言語で書かれたモデリングアルゴリズムを実装し新言語で書かれたデータプリプロセッサとメイクファイルベースの機械学習システムを備えていた。 その当初のバージョンは主に農業分野のデータを分析するツールとして設計されたが、1997年に開発が始まった Java ベースのバージョンは様々な分野で活用されており、特に教育と研究で使われている。Weka には次のような利点がある。Weka はデータプリプロセッシング、クラスタリング、統計分類、回帰分析、視覚化、 特徴選択といった標準的データマイニングタスクをサポートしている。ウェッカの技法はすべてデータが単一のフラットファイルが関係で与えられ、各データポイントは固定庫の属性を持つものと想定している。Java データベースコネクティビティを使って SQL データベースへのアクセスを提供しており、データベースへのクエリの結果を処理できる。複数の関係データベースからのデータマイニングは、 できないが、相互にリンクしたデータベースのテーブル群を単一のテーブルに変換して、ウェカで処理できる形にするソフトウェアが別途用意されている。ウェカが内蔵するアルゴリズムで対応できない重要な分野として、シーケンスモデリングがある。ウェカの主たるユーザーインターフェースはエクスプローラーだが、同じ機能は、コンポーネントベースのナレッジフローからも、コマンドラインからもアクセスできる。また、同一。 データセットに対して複数のアルゴリズムを適用して得られた予測を体系的に比較評価できるエクスペラーモンターも備えている。エクスプローラーにはウェカの使用コンポーネントへのアクセスを提供する次のようなパネルがある。アトリビュートリレーションシップファイルフォーマットはウェカが使用するテキストファイルフォーマットでこのフォーマットでデータベースにデータを格納する。次の例は ウェザー関係データベース用のアーフファイルのヘッダブを示したものである。ディレーションウェザー。アトリビュートアウトルック、サニー、オーバーカスト、レイニー。アトリビュートテンパチャーリアル。アトリビュートヒューミディティリアル。アトリビュートウィンディー、トゥルー、フォールス。アトリビュートプレイ、イエス、ノー。アーフファイルはヘッダブとデータブで構成される。ヘッダブの戦闘業には、 関係名がある。その後アトリビュートで属性を定義している。各属性は1位な名前と型が対応している。型としては数値型、名義型、文字列型、日付型がある。デフォルトのクラス属性はリストの最後のアイテムである。ヘッダ部にはコメント行も書くことができ、行頭にを書く。データ部はデータで個々のデータを記述し、コンマで区切って、 属性を列挙する形で一行に一データを記述する。1993年、ニュージーランドのワイカト大学で最初のバージョンの開発が始まった。TCL、TK、C、メイクファイルなどで構成されていた。1997年、Java で一から書き直すことを決め、モデリングアルゴリズムも Java で実装することとした。2005年、CGECD の データマイニングナレッジディスカバリーサービスアワードを受賞。2006年、ペンタホがビジネスインテリジェンス向けにウェアの独占ライセンスを取得し、同社のビジネスインテリジェンス向けスイートのデータマイニング及び予測分析コンポーネントとして搭載した。ありがとうございます。